戦を繰り広げるサラブレッド、火花を散らすジョッキーの駆け引き、魅力あふれる競馬の世界をさまざまなスポーツのアスリートと共に深掘りし、競馬を支える人々や意外な裏側に迫る。知れば知るほど面白い競馬の世界へようこそ、競馬ゾーン。さあ皆様、競馬ゾーンへようこそ。この番組なんですが、競馬のスポーツとしての魅力に迫り、他の競技との違い、また共通点を分析、スポーツを愛するさまざまな皆さんに競馬の面白さをお伝えしていきます。またお呼びいただいてありがたいでございます。ここがもうホームグラウンドとなってます。我々これ一本軸でね、今仕事をやってます。もう打造を見すぎてね、寝ない日々が続いてます。よろしくお願いします。いろいろと皆さんありがとうございます。さあ、そして今回から新たなゲストの皆さんお招きしております。まずは競馬界から横山武史ジョッキーです。すごいすごいすごすぎる。武史ジョッキーが今ここにいる。いつもお世話になってますよ。いや本当に、いや素晴らしいんですよ本当に。もう馬券でもお世話になってますよね。よかったです。武史、武史って見たらもうそっからまず考えます。武史から軸でみたいな。競馬以外のスポーツっていうのは、確かにトレーニングとしても取り入れてますし、見てるのもすごく好きです。トレーニングって何？テニスとか、それって生きるんですか？競馬とか遊びながらいろいろ鍛えたいので。なるほど、なるほど。そういうのでまあテニスを右で左で取り入れるみたいな。なるほど。楽しむことでトレーニングにつながればということね。まあ、ボーリングとかは結構左右どちらでも、キャッチボールもあれでね、ムチでこのどっちも持たないといけないから、すごいのよこの持ち替え方。たけしの、たけしの、たけしが持ち替えた。たけしジョッキーの話。いやすごいですね。さあ続いてはこの方です。パリオリンピック近代五種銀メダリスト、佐藤大秀選手です。よろしくお願いします。銀メダリスト、銀メダリスト、まずはおめでとうございます。素晴らしい、本物の銀メダルを初めて見たな。オリンピックのメダルすごいわ。近代五種でいうと、まあ、馬術、フェンシング、水泳、それからランニングと射撃ですから、ね、なんか映画の主人公みたいな。走って剣持って泳いで馬乗って鉄砲。めっちゃ気になる。馬術もあるんですけれども、はい、競馬に親しまれてる感じっていうのはあるんでしょうか？障害馬術なのでちょっと若干違うのですが、合宿とか練習先は、ノーザンホースパークさんの方に行ったりして強化して、今回そのパリオリンピックでベストパフォーマンスを出すことができました。はい、すげえこれ。これはだから深い関わりと言っていいですよね。さあ、そしてサッカー界からはこちらの方です。大久保嘉人さんです。よろしくお願いいたします。すごい選手ですよ本当に。めちゃくちゃ、競馬はご覧になったりしますか？見たりはします、たまに。でも選手の時に選手めちゃくちゃするんですよ。競馬新聞を練習場に持って行って、赤ペンでこう書いてとか結構いるんですよ。JRA の高田純ジョッキーと昔から仲良くさせてもらって、20代前半の時からですね。はい、それこそサッカー以外ってこれどんなスポーツとかやってこられました？釣り？釣り？釣り？そんなにねめちゃくちゃするわけじゃないんですけど、ワールドカップの時2010年、施設に入るんです俺ら。はいはいはい。めちゃくちゃ暇なんで、いろいろテニス、ゴルフ、釣りとかいろいろやること、卓球とかね、いろいろあって、僕とその松井さんとトゥーリオは釣り行ったんですよ。釣りやって全然釣れない、多分あんなが魚いなかったよ。本当ですか？トゥーリオさん魚に集まれって言われて集まれってトゥーリオがブチ切れてたもん。そんな魚いねえよ。今日はね、この多彩なアスリートの皆さんと共に番組進めてまいりたいと思います、どうぞよろしくお願いします。今回のテーマは、競馬を支えるさまざまな人々に迫るヒューマンゾーン。
まあ、どんなスポーツもね、はい、支える人がいてこそですからね、はい、そんなスポーツを支える人を深掘りしていってその競技の真髄に迫ろうということでございます。なるほど。我々もね漫才もね裏方さんがいて初めて漫才ができるというね、はい、どんな職業もそうですから、ちょっと大ちゃんが笑ってますけどあ、いやそんなこと言うタイプじゃないのになと思って。何ですか、はい、いつもカッコつけてギリギリに劇場来て出て帰るよしよしここは使われないということで安心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 まずフォーカスを当てるのは競走馬をエスコートし共に勝利を目指すジョッキー。3年連続で年間100勝を達成するなど20代ながらトップジョッキーの仲間入りを果たした横山武史騎手に迫ります。武史ジョッキーといえば、まあ、お父様の範弘ジョッキーそしてお兄様和夫ジョッキーと横山家一族がもう競馬に携わっていらっしゃるという。すごいな、はい、ご家族で競馬の話っていうのはよくされますか？そうですね、もうほとんど競馬の話しかしないですね。そうなんだ、はい、逆にされるんだ、あんましないとかいう方もいらっしゃる。もうね、家庭に入ったら競馬の話は一切しないとかっていうのもね、うん、ありそうだけど、はい、食事普通に家族でしてても父から突然競馬の話が出たらやっぱこうその話でこう盛り上がったり、周りもいて、止まらないですね。昨日のレースどうやったみたいなとか。そうですね、まあ、愚痴もあったり、あそこでこう来るからとか、この馬うまく乗れなかったとか、もっとあそこはしろこうしろとか、はい、喧嘩とかならないですか？でもそれ、いや喧嘩まではならないですけど、まあ、父に言われたアドバイスに対して、まあ、僕なりの意見を言ったりはもちろんあります、うん、その意見っていうのは結構違ったりしますか？はい、やっぱりその馬に乗ってるのは僕なので、うん、やっぱこう旗から見た感想と、うん、僕もこうしたかったけど実際こうだったんだっていうこともありますし、やっぱそれは父もあそうだったのかと分かってくださったりするので、聞きてー。いやもうね、競馬ファンからしたら絶対聞きたいよね。聞きてー。一回お家遊び行ってたら。聞きてーマジで。平日の一日のスケジュールっていうのはどんな感じなんですか？まあ、基本的には朝早く起きて、馬の調教、週末のレースに向けた調教をして、まあ、大体昼前にはその仕事が大体終わるので、まあ、昼からは基本的にフリーですね。まあ、午後はたまにこう厩舎の方顔を出したりもありますし、朝早い分その午前中に仕事が終わる感じです。フリーは何するんですか？朝早いのでちょっと昼寝をして体のケアのためにトレーニングをしたり、まあマッサージに行ったりとか。あーゲームとかはしないんですか？ゲームは昔してたんですけど最近あんまりしなくなった。でも武史ジョッキーはポケモンカードを好きですか？あ、すごい大好きです。あ、そうなんですね。ポケモンカード収集癖がありまして、あ、集めたりする。ちょっと世代かもしれないですけど虫キングとか。あ、虫キング、はい、知らない虫ゾーンにあるよ今回ね。皆さんアスリートの方って午前中練習されて午後どう過ごすかっていう、なんかそういうイメージはでもありますね。サッカーはなんか午前中で終わりますから。大久保さんも午後はやっぱケアとかして？俺寝てた疲れたって、寝て本当に1時ぐらいから6時ぐらいまで寝て、はい、ご飯食べて また寝る、そういう生活です。でもその午前中のトレーニングがバッともうきついんでしょうね。そうですね、本当に1時間半ぐらいしかしないんですけど。はあ、短い。そう、短いんですよ。あ、けどちょっと前に行って、まあ、ストレッチだったり、まあ、してで午前中にもう12時には終わってる。あ、やっぱそうなん、アスリートの方、はい、佐藤さんもそうですか？いや、あの真逆で朝の5時からだいたい遅い時夜の9時まで。長い練習ですか？はい、とあの、まあ、ケアも含めて9時までですね。でまた次の日の朝5時からって感じが。マジ？なんかいろんな種類があるからそれだけトレーニングが長い。長いってことですね。そうですね。五種競技ってことなんで、あの、はい、その支える方々も5倍ってことですかね？はい、いやもう本当まさしくその通りで5倍になりますね。全部一人の人がやってるわけじゃない？専属の、コーチは一人はいるんですが、他の競技ごとにまた一人一人、はい、コーチがいて、そこで強化を。ていくって感じですね。大変そうやな、それ。鬼滅の刃みたいな柱稽古みたいなね。柱稽古ほんとそう、これを全部やってるんだけど。各所にやっとここに来たかみたいな。うわ、今度は水泳だみたいな。そう、一人で。うわ、次あっちか。なるほど。こっちかって感じでやってますね。そんなしてたら夜9時になるよな。まあな。
いつ虫キング集めてるの。さあでは続いて競走馬の足元を支える職人技ご覧ください。自分で爪切ってるんで、その自分で爪切った時の爪のイメージをある程度自分の記憶の中にみんな残して作業してる。スパイク試合の時は新品しか買えないです。めちゃくちゃ大事です。だからもう履いてすぐ分かるんですよ。あ、これもうダメだなと思ったらもう。